よし、オッケー、こんにちは。こんにちは。サーモンライダー、イエーイ、乗りたいけどめっちゃ寒いから乗れない。こんばんは。あ、間違えた、こんにちは。今日はお昼にね、始めてみました。お昼に始めてみました。アクスタ予約した嬉しい。そう、前しか向かねえの大島優子さんの衣装で、そう、 M ステバージョンのやつを着用させていただきました。そう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 、ぜひぜひ。31日までかな。そう、私も欲しいんです。夜は会議なんでちょうどよかった。お、よかった、会議とかあるんや。お疲れ様ご、こんにちは。お部屋に飾るね、嬉しい。たくさん飾って、ぜひぜひ飾って、嬉しい。アクスタ、そう、今回はもう本当にめっちゃ激レアなので、うん、コメントピン止めできるの初めてした。なんかそう、なんかさ、ウェルカムコメントみたいなのできるらしくて。お仕事の会議、え、お仕事の会議なんてあるの、すごいね、めっちゃすごい。I'm from インドネシア。カナルカナムサラノクチコルミサラノツイッターのショールーム、あー、インスタグラム、フォローミー、テレマカシー、こんにちは。朝5時30分起きで、7時から2時間半勉強してる。え、待て待て、違う、ん、 2、3時間勉強してるってことか。大変、お疲れ様だ。こんにちは。お昼今さ、みんなでも2時やからもう休憩終わってるかな。嬉しい、来てくれて。緑久しぶりに来た。ちょっと前までは緑多めやったけど、ショールーム。これから2時間ぐらい勉強する。おお、えらい。たまぼうさんかな、こんにちは。宮崎県代表のゆみそらのです。倉庫の片隅からチラ見中、やっほー。ドマーさん、神ありがとう。おはようって、あれ、これは違うか、あれ、 KK ヨウさん、ありがとう。そろそろあれ、会えるお話し会したいねって、会いたいよって。そう、2月18日はね、そう、会える予定なんやけど。そう、でもまだ登録発表まだよね。今日は朝からまったり、いいね。めっちゃ寒いから今日はぜんざい食べた。冬だ。サーモンも来ればよかったのにって言ったって呼ばれちゃうもん。うん、表層性胃腸炎、え、違うな、胃炎、治し方、病院行くしかない、それはもう。うん、もちろん、うん、うん、これだけ。こんにちは。
1時間くらいしたら終わりますね。車が雪に埋もれてしまって今日は在宅勤務してますわ。大変。なんかさ、雪降るとすごい嬉しくなっちゃうけど、本当にそういうの考えたらなんかめっちゃずーっと雪が降り積もる地域のこと考えたら確かに大変だよね。うん、朝から大寒波で雪積もってて路線バス止まってて仕事休みました。大変。みんなあったかくしてね。今日の最高気温マイナス9、待って、最高気温マイナス9度はやばいって。北海道寒そう。こっちも寒いのに北海道やばいね。北海道とか冬の北海道とかに住んだら生きていけなさそう。うん、朝起きたら案外雪かな、積もってなかったから病院行ってきた。あ、もうよかった。確かに在宅勤務が多くなるんかな、そういうのって。雪降ってお仕事行けんかったら在宅勤務ですか、皆さん。お仕事お休みになるんかな。大変だよね。雪積もってなかったって。よかった。東京は晴れてるけど寒い。そう、晴れちゃっても寒いよね。わかる。なんでこんなに、なんかさ、晴れてる日こそ寒くない？冬ってめっちゃ快晴の日寒いよね。めっちゃ寒い。うん、ハブさん神ありがとう。昨日の何昨日の晩家の前で雪のためにバイクが横転していて大変なことになってました。うわー痛そう。冬に、待って、冬にさバイク乗ってこけたらめっちゃ絶対痛い。雨より痛いよ。寒いし、うん、なんかさ寒い日にさこけるとめっちゃ痛くないね。痛いよね。直射日光浴びると少しは暖かい。うん、確かに、確かに確かに。暴風雪警報出たので、可能な限りテレワーク指示出たので家で仕事中。うわあ大変。ひでとさん神ありがとう。こんにちは。あとこれ何日続くんですかね、この寒さ。なんかでも3日ぐらいって言ったから明日までかな。サラノンがバイクでこけたら助けてあげますね。だってそんなすぐ飛んでこれんやろ。うん、転ばなくても寒さで痛いのに転んだら余計に。そうやばいよね。わかる。転ばなくても痛くない、寒い日って。久しぶりに昨日手が痛いって思ったってパパも言った。寒すぎて。そう、寒いと痛くならん、なんか寒さで。なんかさあるよね、痛い寒さ。うん、わかると思って。あとなんか夜携帯をいじりよったらめっちゃ携帯持ってる方の手だけめっちゃ冷たくなる。あの現象何、本当にもう嫌だ。うん、つよぽんさん神ありがとう。今週の金曜日も寒波が来るって言ってて、待って待って、じゃあ4日間続くってこと？最悪。
寒いのは耐えれるけど寒くて風が強いとめっちゃ辛い。わかる、めっちゃわかる。嫌だよね。うん。宮本浩一さん、神ありがとう。あ、そうだ、今日の、あのお昼はギルドバトル買ったんですけど、夜の7時の試合のねポイントが、そう、重要なので、一番そう、7時のやつだけが重要なので、特にそうだから7時の頑張りましょうね。お仕事行ってきますって。ああ、今からお仕事？みなぴー頑張って。お疲れ様ごー。嬉しい。お昼休憩終わってるはずなのに、みんな結構来てくれる。うん、ありがとう。頑張るね、ギルドバトル。めちゃむずいんです。そう、サーノンは何か温かいの食べたのって。え、サーノンは寒かったらルイボスティーとかを温めて飲むかな。ルイボスティーかお水を温めて飲みます。うん、そう。ワサッピーさん、手裏剣ありがとう。寒いから麻婆豆腐作ったって、すごい、手作り偉いね。お昼ご飯お蕎麦食べて、あ、なんかザ昼ご飯って感じ。うん、いいね、お蕎麦、寒い日のお蕎麦いいよね。いや、ルイボスティーなんてめっちゃおしゃれ。なんてルイボスティーやろうね、おしゃれとかそんなんじゃなくてね、ルイボスティーシンプルに好きなんよ。そう、ルイボスティーめっちゃ好き。そう、しかもなんかカフェイン入ってないからいいって言うよね。そうそう、誰でも飲める。でも、うーん、普通のお茶に比べたら癖があるというか、うーん、けど全然気にならない。お昼ご飯ソフトクリームめっちゃ可愛い。ドマさん、掛け軸ありがとう。ストーブを出すのがめんどくさいので、まだ未だに出してないですって。じゃあ何で温まるんですか。でもカイロとかめっちゃいいよね、お家でも。紅茶系飲めん。あ、じゃあコーヒー派かな。コーヒー派。ルイボスってカフェイン入ってないんだ。そう、ルイボスティーカフェインゼロらしい。確かね。一応表記見てみて。あ、ちなみにルイボスティーは好きやけど、あれは嫌いですよ。ジャスミンティー、ジャスミン茶、あれはね本気でお花の味がする。うん、飲めません。ソフトクリーム以外何も食べちゃうなんてすごいです。こんな寒い日にソフトクリーム食べれるんやん。コーヒー派？じゃあコーヒー何が好き？何が好き？あ、ひでりんごさん、こんにちは。え、じゃあみんな紅茶派？コーヒー派？え、私ジャスミン茶好きですって。わさっぴさんめっちゃ意外。ごめん、めっちゃ意外だわ。めっちゃ意外。うん、ジャスミン茶なんか嫌いなイメージあった。うん、紅茶派。ジャスミン茶確かに飲まんなってね。胃が悪くてコーヒー飲めません。あ、もともと好きってこと。あ、うん、もともとダメなんかな。コーヒー派。三品茶ってなんやっけ、どこの紅茶。ミルクティー、あ、美味しいね。ルイボスティーが好き、嬉しい。
お揃い。俺は緑茶派。あ、緑茶派。え、確かに私ももともとは緑茶派ですよ。うん、私ももともとは緑茶派。緑茶が一番好きや、一番好きや。うん、ジャスミン茶ってちょっと癖があるけど、うん、美味しい。え、美味しいんや。好きな人は好きなんやね。じゃあどちらかといえばコーヒー派です。コーヒー好き。ブラックコーヒーは毎日飲みます。え、待って、ブラックコーヒー、すごい大人。どっちも飲むけどコーヒーが、うんうん、好き、多い。三品茶、沖縄か。沖縄ね、どういう味がするんやろ。緑茶、待って、緑茶に砂糖を入れるのが好き。ちょっと待って、緑茶に砂糖、本気で言ってる？本気で言っちゃうそれ。緑茶に砂糖は初耳。紅茶じゃなくて。お茶も選べるならお茶。あ、お茶も選べるならお茶。なるほど。コーヒーは苦いから飲め。三品茶はジャスミン。え？三品茶はジャスミン茶で。いや、え、待って。三品茶ってジャスミン茶と一緒？ルイボスティー花粉症にいいからね。え、そうやっちゃう。どちらかといえばコーヒー飲みます。紅茶も好きだけど。あ、やっぱコーヒー派多いね。もちろん本気って。待って、東南アジアでは、東南アジアでは緑茶に砂糖を入れたペットボトルがたくさん売ってる。え、どんな味になると、どんな味になると、うん、緑茶に砂糖やろ、まず溶ける。それ、三品茶飲みやすくって、うん、冷たい。あ、冷やして飲むと美味しい。そらのまだそれ飲んでるよ。飲むよ、寒いもん。ブラックコーヒーよりミルクコーヒー派です。あ、わかる、それはわかる。お茶なら麦茶も多いかな。あ、麦茶ね、美味しいよね。爽やか？爽やかで甘い感じ。緑茶に砂糖。あー、なるほど。うん？あ、あ、そういうこと？サーノンと同じでルイボスティー良くなります。嬉しい。なんかルイボスティー好きって言ったら、ルイボスティーそうね、飲んでくれるようになった方いて嬉しいですね。紅茶も緑茶も元は同じ葉。あ、そっか、そういうの考えたら確かに。え、でもどんな味なんか気になるね。うん、おそらちゃん初見ですって。おそらちゃん、かわいい、ありがとう。え、じゃあさ、みんなは、うん、飲み物を買うとき何を買いますか？コンビニでもいいし、確かにコンビニでもいいし、スーパーでもいいし、どこでもいいです。コンビニでルイボスティーあったら買ってる。おお、嬉しい。マテ茶って飲んだことあるかな。あ、あるマテ茶もさ、なんかルイボスティー寄りやない？どちらかというと。でもマテ茶苦手っていう方多いよね。ミルクティーかレモンティー、すごい、なんかかっこいい。あ、カルピス、うんうん、コンビニならルイボスティー買います。おー、今自販機だとユズティーにハマって。ユズティーってなの？なんかおしゃれ。ユズティー流行り今。弁当と一緒に買うならお茶。うーん、100円のペットボトル。おー、緑茶？スーパーやったら緑茶か麦茶。なるほど、慣れると美味しいよねって。マテ茶は、マテ茶の味を忘れたけど、マテ茶ってあれですっけ、ルイボスに似たやつ。コーラゼロ。おお、果実フルーツティー。果実フルーツティー、そんなのあったっけ。南アフリカに行った時に、え、すごい、南アフリカ行ったことあると。ルイボスティーよく買ったけど最近ほとんど飲みすぎてってこと。
コロコロ、コロコロ果実のフルーツティー。美味しそう。コロコロ果実のフルーツティー。ほうじ茶も好きで買います。あ、ほうじ茶美味しいね。わかる。ほうじ茶美味しい。確かに。ほうじ茶、ルイボスティー好きですね。まあ、緑茶は普通に大好き。ペットボトルだとなんだ、なんやなんや、ジャスミンじゃない、ジャスミンなんだ。最近炭酸飲まなくなったって。飲むとしたらマック行くときにしか飲まない。おお、サノちゃんこんにちは。ってこんにちは。ジャワ、待って、ジャワティって何だっけ。ジャワティ、ジャワティ、ジャワティって何ですか。ジャワティ初めて聞いたかも。あ、ダージリン、ダージリン、ダージリンティー、うん、紅茶の種類か。やっぱ分かれるね。アッサム、待って、アッサム、アッサムって何。アールグレイとは違う。ジャワティ、ジャワティなんか、まあ、聞いたことあるようなないような、でも分かんない。アールグレイはちょっと癖ある。うん、あ、待って待って待って、アッサムってさ、あれやない、ピノのさ、紅茶味の味。あれ、アッサムやないっけ、違うっけ。あれ好き。うん。紅茶味。あれ、めっちゃハマったな。うん。癖が強いからそういうこと。アールグレイ、うーん、を使うんやお菓子に。そう、ピノのね、ピノのそう紅茶味とね、あのバスチ、バスクチーズ味めっちゃ美味しい。うん、紅茶は紅茶しとってほしいか思ってないから、種類はさっぱりです。うん、そういうのもあるよね、確かに。でも全然詳しくないですよ。静岡茶とか言ってるのと同じ。あ、ジャワ、ん？ジャワティーやったっけ。なるほどね。そう、ピノのね、バスチ最近売っちゃらんな。でもジャワティはシンビーノ、ん？シンビーノのジャワティっていうんだって。全然わかんない。あ、リプトンはわかる。リプトン紅茶ね。うん、リプトンはわかる。やっと全然わからん。まあいっぱい種類あるもんね。ピノはダージリン&アッサムだった。あ、そう、それきっと、それダージリン&アッサムみたいな感じ。そう、わさぴさん食べてくれたよね。そう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 、美味しいがね、美味しいよね。そう、ピノはね、紅茶とバスチ美味しいですね。ねえ、みんなヨーロピアン見つけてくれた？ヨーロピアンアイスのあの一個入りのやつ、サーノのおすすめなら食べてみるわって。今日はピノの気分になれんかったから、なれんから今度なって。売り切れるよそんなことしちゃったら。うん、みんな絶対にヨーロピアン見つけてほしい。うん、めちゃくちゃメールで押しました。メールに書きました。うん、
対美味しいから。お気に入りなのに商品の入れ替わり早くて終了してること多くない？あ、もうめっちゃわかる、めっちゃわかるし、あのお気に入りやのに、あの全然近くに売っちょらんとか、売り切れやったり。そう、ヨーロピアンコンビニにある？ない。うん。ない。しかもめっちゃ探さんと売っちょらん。うん。けどね、この間東京行った時にスーパーにあって、そう、買いました。出会えた。なんかさ、自分でゲットできたことなかったという。そう、なんかいとこのお家で、そう、食べた時にもらった時にめっちゃ美味しくて、なんこのアイスってなって、でなんかお家ではなんか箱に入ったやつ見つけれんくて、そう、1個入りのやつがなかなか売っちょらんから、そう、箱入りのはねよく見るんですよ。アイスが、あのソフトクリーム型のやつ、なんか5本入りみたいな、それは食べたけど、やっぱね1個入りの方がめっちゃ美味しい。全然違う。うん、なんかワッフルの間にバニラアイスが挟まっちゃって、そのバニラアイスの周りの部分、あの外側丸い部分にはチョコでコーティングされてるんですよ。そう、めっちゃ美味しいから絶対見つけてほしい。うん、本当に美味しいので。この寒い日にアイスおすすめするなんて鬼やって。あ、じゃあ4日後ぐらいに見つけてみて。ワッフルとバニラアイス絶対美味しいやつ。そう、にチョコレート、めっちゃ最高やない？セブンプレミアムメロンを味わう北海道メロンアイス。待って、見たことあるかも。美味しいやん。いいねいいねいいね。ヨーロピアン美味しいって、箱で売ってるのしか見たことない。そう、やろ。そう、1個入りのやつがあるんよ。そう、それがめっちゃ美味しい。ヨーロピアンシュガーコーンのことですか？あ、多分それ。うん、の1個入りのやつ。寒いとアイスコーナーに立ち入らんかなって。そうね、まあ行ってみて、私のおすすめなんで。うん、そう、とりあえず今は見つけたら買って、あの冷凍庫で眠らせておいてください。うん、そう、え、そう、コーンより、そう、ワッフルの方が、そう、あ、でもね、あの5本入れのやつも周りはワッフルなんですよ。一応ワッフルやっちゃけど、まあさ、やっぱさ、ソフトクリームのワッフルとさ、こういうワッフル違うやん。そう、バイク取得おめでとうって、欲しいバイクなんですか？バイクね、レンタルして、あ、まずありがとうだね。そう、ありがとう。そう、なんかバイクはレンタルしていろんなバイクに乗ってみたいなって思ってるっちゃけど、なんかさ、めっちゃね、なんか CB めっちゃ乗りやすいし、なんか教習車めっちゃ乗りやすくて、まあ、それしか乗ったことないんですけど、 CB もう乗りたいし、また乗ってみたいし、あとはなんかね、 Z 系のやつってさ、 250cc とかあるかな。あったら、なんかレンタルにあるなら借りて乗ってみたいですね。うん、コンビニで売ってたベイクドチーズアイスクリーム食べたことあるって？ねえ、ない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 。食べてみたい。ヨーロピアン見つけてきて。あ、そう、ヨーロピアンワッフルサンド、そう、メールで送ってるので、あのメール、サラメール読んでくださってる方はわかると思う。うん、そう、ピノとヨーロピアンぜひ見つけてください。いや、レンタルバイクまず調べんといかんよね。わかる。私は川崎の 750cc が好き。大型やん、大型やん。でもいいね、かっこいい。うん、かっこいいですね。
バイク、バイク。でも今乗ったら100寒い。なんか川崎のなんか川崎ですっけ Z って、めっちゃかっこよかった、憧れてたバイクってあったりしたので、私でもねなんか憧れてたバイクの形あって、そうでも名前知らんくて、そうでなんか最近思ったのが、私は多分 CB 系に憧れてたやろなって思った。けどなんか大きいのも乗ってみたいから、大きいの欲しくなっちゃうね、あの免許がね欲しくなっちゃうね、免許ないと大きいのにも乗れないので。そう、私が撮ったのは普通自動二輪の MT マニュアルです。サーノのおすすめ探しに行くの久しぶりやなって、嬉しい、楽しみにして。それは今は普通自動二輪、そう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 、女子だとフルカウルっていうの、フルカウルね、調べてみるわ、フルカウル調べたらめっちゃ良かったりして、分かんないけど、バイクフルカウル、わっすぐ出てきた、あーなるほどね、私は違うかもしんない。私は違うかもしんない。あ、CB のネイキッド。覆われちゃるから安全ってことね。なんか私見えてる方が好きかも。さすがにお腹すくからどん兵衛食べる。かわいい。食べな。あ、なるほどね。そういうことか。あ、じゃあさ、何やったっけ？この間言ったやつ。お友達が乗ってるって言ったやつ。忘れちゃった。あれもこういう感じか。CB 系なのね、あれも。じゃあ、今日は劇場行くからこの時間逃したらもう7時間ぐらい食べれん。もうそれはいっぱい食べて。劇場何時間ぐらいあったっけ。2時間ぐらいかな。いや 1.5 時間か、90分ぐらいですよね。もうなんか何だったっけ、ゼファーもいいね。川崎なんですね、すごい。でもなんかめっちゃかっこいいよね、どれもかっこいい。CB ってさ、あ、250あるんや。CB 250あるんですね。わあ、でもなー、レンタルってさ400あるかな、ちゃんと。スーパーフォアってそういうこと、そういうことっていうか、400スーパーフォアっていう名前、スーパーフォアって何、名前のこと。
仕事してたら緑の空なんだ現れてた。おそろ。レンタルはいつ行くって大体決めてる。うん、全然決めてないです、まだ寒いんで。うん。うん。今はレンタルしたいですね。待って。ああ、これだ。ネイキッドロードスポーツ。あ、CB ってスポーツバイクだったんですか。じゃあさ、バイクの教習車、スポーツバイクってこと？暖かいの待っちゃったら乗り方忘れるで。そうだ、だから乗りたいんよ。そう、やっぱさ、これかっこいいよね、教習車。普通に考えて教習車マジでかっこいいよ、マジでかっこいい。うわ、かっこいいね。これなんだったっけ。あの、ランプが外れたらこういう顔になるんですね、かっこいい。めちゃかっこいい。教習車のランプとバー外したらめっちゃかっこいいですね。でもさ、バーつけときたい、怖いから。すごい、こんなの、こんなの買えちゃったっけ。 CB400、全然そんな集中しすぎて見てなかったです。宮崎やったら冬でも大阪の夏みたいなもん。冬でも大阪の夏、うっそ、それはないわ。レンタカー屋さんから出るときにこけんようにね。めっちゃそれ教官から言われた、めっちゃ言われた。あのさ、なんかやっぱレンタルするときはね、レンタカー屋さんから出るその時にこける人が多いらしい。出た瞬間にレンタルバイク屋さんの前でこける人が多いらしくてびっくり。怖いよね。宮崎の平地は年間通して安定してバイク乗れる日本でトップレベルのバイク向けの土地と言われてるらしい。それはもう乗るしかないわ。自分は試験場に飛び込みで2回目で大型二輪取りました。すごい。いや、冬でも宮崎寒いよね。普通に寒いよ。みんな宮崎の冬舐めちゃあかんで。寒い。だって今でさえめっちゃ寒いもん。カイロに行ってる。ああ。2回目で大型二輪取れるのすごい。やっぱ2回とかで取れるのってすごいんやね。大型二輪ってなんかめっちゃ落ちるって聞いた。今年の冬は日本全国寒すぎですね。なんかさ、お友達が大阪におって、そう、お友達親友ちゃんが大阪で、なんか昨日雪降ったって言って、そうで、なんか10年に一度の寒さらしいよって言ったら、でなんかそれ毎年聞くって言ってて、めっちゃ面白かった。うん、毎年言ってないみたいな。
え、待って、宮崎なら半袖でいいと思ったけど長袖いるかな。待って、わさっぴさん、宮崎に今の時期に半袖で来たらもう凍えて何もできん。絶対ダメ。セーターいる普通に。うん、うん、いやね、冬寒いよね。涼しいもんじゃないよ。そう、大阪でなかなか雪見ない地域だったけど、ここ数年よく見る。あ、へえ、ここ数年よく降るってこと。ダウンジャケットもいる。そう、いるいるいる、絶対いる。うん、コートオアダウンジャケットいる。沖縄って15度もあるん？めっちゃいいじゃん。沖縄行きたい。え、じゃあ15度ってさ、半袖で行けるっけ。15度ってどんぐらいの暖かさだっけな。私確か21度ぐらいが好きですよ。うん、21度ぐらいが好き。半ズボンも用意しようと思ってたのに、ダメダメダメ、長ズボン。うん、地球温暖化とヒートアイランド現象により、うんうんうん、冬の寒さはずっと更新されても最悪。やだね。そう、大島優子さんが持ってるのはオートマ車の小型二輪だったかな。そう、お疲れ様んごー。すごい、お昼に2000人見てくださってる、ありがとうございます。うん、宮崎の延岡にサッカーの遠征で行ったけどいいところだった宮崎で。え、嬉しい、ありがとう、また来てね。大阪あるかもしれないけど、少し雪積もっただけでいろんなところに小さい雪だるまで来てるって、みんな嬉しくてたまらんちゃうね。あんま降らんから、確かにテンション上がる。寒い、めちゃ寒い、どうしよう、寒すぎる、めっちゃ寒い、寒すぎる、やばいよ。バイクはね、レンタルするんよ。そう、いろいろ乗りたい。そう、 WBC もうすぐですよ、2月ね。宮崎雪降ったよ、寒いよ、雪降る降る。こたつに入ってるの違います、毛布っていうか、なんていう、ブランケットです。ランケット、これね、めっちゃ便利、負けるんですよ、ボタンついてて負けるの。ここに通したら寒い。生写真注文しました、嬉しい、アクスタぜひ皆さん、前しか向かねえのアクスタぜひ。そう、先週のブラタモリ、そう、高千穂峡、私見れなかったんですけど、あれ見ました、予告みたいな。待って、寒い、あ、
10年に一度の説得力もすごいって降るよね。確かにね、10年に一度、確かに。サラノンのお話し会ってどんな感じですかって。もうね、めっちゃ笑ってめっちゃ楽しいですよ。みんなどんな感じですか。初めて手にするアクステがサラノンです。嬉しい、ありがとう。癒されてる、嬉しい、めちゃくちゃ。嬉しい、癒されるらしいです。ぜひ来てください。2月待ってますね。2月。お菓子開けてんの違うよ、カイロだよ。そういう音した。今夜勤休みの連絡来たって。うわ、荷物が届か、なるほどね。生まれ変わったらソラノンの犬でいいから。ソラノンの犬、私ってこと。怖い怖い。今ショールーム見ていて楽しいからオンラインお話し会撮るなんて嬉しい、ありがとう。来てね、ぜひぜひ。ソラノン夏の残暑と、あ、違う違う、ん、あ、待って、あ、間違えた。うん、夏の暑さと冬の寒さ、でもあれやな、冬の方が着込めばあれですけど、でも夏の方がシャワー浴びれば済むから夏かも。いやー、どっちもどっちで嫌だな。うん、いや、寒さにめっちゃ弱いですよ私。はい、寒さにめっちゃ弱い生き物です。暑さにも弱いです。ちなみに、あ、どちらかと言われたら、どっちが好きって言われたら夏の方が好きかもしれない。でもまあ冬の方が行事いっぱいあるしなーって感じ。寒いよね、わかる。待って、3時になった。なんでこれお休みモードになってるん。よかった。じゃあ3時、あ、待って、1時間経ったら終わるから教えて。3時になったら終わろう。うん、うん、ゆうちゃんハートありがとう。覚えてたら教えるわ、教えてよ。最近トレーニング行けてないから行きたいんです。うん、行きたい。最近行けてないですね。時計が近くにないからなって。今見てるやん、あるやん、もう
手元に。むっちょるやん。オイラ布団に潜り込んで見てるくらいなのにってめっちゃ可愛い。オイラ可愛い。時計よりサーモンを見てるんですよって。時計も見てね、たまに、たまーにでいいから。うん、寒い。うん、トカチンさんハートありがとう。宮崎で寒がってたら東京行ったら凍るでって。え、凍っちゃうかも。次東京行ったら空の凍ってるかも、凍ってるかもしんないから助けてね。どうぞ温まってって。緑茶嬉しい。初期の頃ずっとほくろの数数えてたなって。え、誰の？私の？やめてよ、やめてよ。知ってる？袋の数数えたらね、袋が増えるんよ。ダメ。じゃあどん兵衛あげるって。待って、夜間にお湯入れて助けに行くか、やけどしちゃうよ。次は袋数えちゃダメよ。ジョジョっぽくてかっこいい。ジョジョってなんけ。ジョ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 。甘酒飲むと温まるよって。甘酒得意じゃないです。50度ぐらいの左右、ああちょうどいいかも。サノの顔を見て思い出したけど、お昼ご飯食べてないや。なんで、なんで私の顔を見て思い出すんそれ。めっちゃ面白い。ご飯食べて。確かにこのルームお昼ご飯食べ忘れてる人多いですね。みんな食べてください。あ、お仕事戻っちゃうって。頑張ってね。じゃあ私もそろそろランキング読んじゃう。まだまだかな。お腹いっぱいになった。よかったよかった。焼きうどん？今日も焼きうどん？やっぱりサラノンのお顔を見ると元気出る。嬉しい。それは一番嬉しいです。今日の晩ご飯はカレーです。あったかそう。いいね。初見です。ありがとう。嬉しいよ。お稲荷さん、寿司三昧、寿司三昧。
寒い。サーモンはショートにしたこと人生であるって。ショートないんですよね。ショートはないっちゃけど、ボブならある、一回だけ。うん、ボブはねあるよ。ゆうちゃんハートありがとう。ショートはないですね。ボブ、ボブはねある。でもロングの方が絶対似合うと思うよ。多分想像できる、みんなボブとか。どんぐらいならいけるかな。そう、長い方が確かにアレンジはできる。そうそうそう、そういうのあるよね。似合ってる、嬉しい。あ、ありがとう。ランキング見ます。あと2分で1時間らしいので。13位はモスコミュールさん、はじめまして、嬉しい、ありがとう。12位はムムさん、11位はつよぽんさん、10位は、待って待って待って、これはなんて読むんだ、高等かばこさん、違うな、かばこさん、ありがとうございます。9位はいちごミルクさん、8位は赤さん、7位はこういちさん、6位はショートさん、5位はエレメンツさん、4位は梅こぶ茶うなとり丼さん、3位はわさぴさん、2位はひでとさん、1位はどまさんでした。皆さんありがとうございます。嬉しい。せーの、空のじゃんけんじゃんけんぽい。ありがとう。ブン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 、ありがとうございます。というわけで皆さん、あ、あーい、待って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 、むかばき山さん、待って、むかばき山さん、待って、むかばき山さん、難しいね、むかばき山さん、むかばき、むかばき山、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではバイバーイ。あ、そうだ、アクスタと、そう、アクスタぜひ皆さんゲットしてください。それでは皆さんおやすみなさーい、バイバーイ、ありがとう。